串子駅は、広島県廿日市市区市都4丁目にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅。駅番号は、JRR08。駅名は、廿日市市の区内地区と串子地区の名を組み合わせたもので、ある。串子地区のほぼ中心に位置しているため、検討段階では、串子駅が候補に上がっていたが、古く1925年に開業した、 広島電鉄宮島線の区内駅とほぼ隣接していること、また人口の多い区内地区の玄関口としての機能が期待されたことから、区内地区住民の要望を取り入れる形で、区内串子駅に決定された。開業は宮園、四季が丘両団地の本格的開発の時期であり、人口が増えるとともに利用者数も順調に増加した。相対式二面二線。 八両編成対応のホームを持つ地上駅で、京上駅舎を有する。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。ホームの屋根は、下りホームが二両分、上りホームが八両分ある。事人駅である。移行か利用かの大駅。既存の住宅街に後から開業した駅であるため、福音の狭い生活道路を駅への連絡道路として、 使わざるを得ない状態が長く続いていた。RV 車やワゴンの離号でも困難があるほどの幅しか、なく、路線バスは、車体の小さいコミュニティバス、桜バスを除いて駅前まで到達できなかったほか、通勤通学の時間帯には送迎のマイカーや、タクシーで渋滞が慢性化していた。宮園、四季が、丘、陽光台といった大規模、 ニュータウンへの玄関口としては貧弱な状態で、駅前ロータリーだけでなく、幹線道路との連絡についても整備を望む声は強かった。駅前と駅連絡道路の整備については1997年に都市計画決定した。2001年に着工後、2008年3月に道路が暫定的に開通して、西広島バイパス及び団地方面とのアクセスが 飛躍的に改善した。2008年10月に整備事業が完了。この事業により、駅北口の景観は一変した。路線バスは駅に乗り入れることが可能になり、駅前ロータリーの歩道が拡幅されて、改札外までのエレベーターも設置されるなど、特にこれまで不便を強いられていた高齢者や、交通弱者にとって、朗報となった。今後は、西方面に、 地午前串子線の整備が進められるほか、整備が進んでいる広島南道路とのアクセス改善も計画されている。駅を出て南側に広島電鉄宮島線の区内駅がある。周辺は住宅の他企業、商店、公共施設が点在する市街地である。八日市駅に明確なターミナル機能がないこともあり、 八日市市の玄関口としての機能も部分的に果たしている。佐伯地区、吉和地区の最寄り駅でもある。八日市市統計者によると、近年の1日平均乗車辞任は以下の通りである。八日市市で最も利用者が多い駅である。ありがとうございます。